三菱航空機、愛知県豊山町が開発を進める国産初のジェット旅客機 MRJ、三菱リージョナルジェットが11日午前、初試験飛行で愛知県営名古屋空港、豊山町から飛び立った。国産旅客機の開発は、1962年8月に初飛行したプロペラ機 YS11 から約半世紀ぶり。国産ジェットは2000年代前半の開発開始から10年以上かけてようやく初飛行にこぎつけた。名古屋空港の滑走路では多くの報道陣や航空関係者が見守る中、白い機体がゴー音とともに離陸した。世界の翼を目指す MRJ は全長35メートル前後、座席数は70、90席程度の小型機で、主に地方と地方を結ぶ路線で利用される見通し。ライバル社の従来機より燃費を約 20% 改善するなど、最先端の性能を武器に、各国の航空会社に売り込んでいる。